それでは会見を始めさせていただきます。私3月27日に原発事故被害のですね、被災地を訪問し、福島県飯舘村菅野村長、南相馬市桜井市長などとですね、面談をし、ここでは地震、津波、原発被害と、まさに複合災害で、先の見えない非常な苦しみのもとに置かれている現地の方々の声を直接伺いました。それでそれぞれの市長の方々からはですね、なんといっても原発事故の収束のために総力を挙げてほしいという強い願いとともにですね、一連の緊急の要望が出されました。それでぜひ政府に強く求めてほしいという要望が出されましたので、私どもとして本日ですね、菅総理宛てにこういう緊急の申し入れを行いました。災害全体はですね、非常に大きな大災害でありますけれども、その中の原発事故被害の被災地とに特有のいくつかの問題が現れているので、この部分についての申し出です。それで5点についてでありますが、第1点はですね、原発施設外の放射能汚染のデータをですね、被災自治体と住民に正確に速やかに継続的に届ける措置が必要だということです。で、例えばですね、飯舘村の村長さんに伺いますと、あそこで高濃度の、土壌汚染のデータが発表されました。突然あれも発表になり、村には知らされないままですね、ポーンと頭越しに発表になると、それでその後は発表がないという事態になりますと、飯舘側もう全体がですね、大変な汚染のもとにあるかのようにですね、なってしまって、外からもう物資も入らなくなる、こういう事態が起こっているというふうに言われました。ですから村長さんの心で言います、言葉で言いますとですね、心ある情報を出してほしいと。つまり心ない情報と心ある情報、つまり現地の方々が本当にとってですね、有益な出し方をね、してほしいと強く求められました。それから南相馬もですね、ああいう形でこう20キロ圏30キロ圏とあるもとで一番データがすぐ届けられるべきところなんですけれども、ここもですね、東電からも国からもまともなデータが届かないと。私が言った当日にですね、朝ようやく東電から放射能汚染の実態の具体的データが一部だけでも届いたという状況で、地元自治体がですね、情報過疎に置かれていると。ですから私はですね、政府が放射能汚染のデータをですね、広く面で捉えて測定して、被災自治体と住民に伝える、一元的かつ継続的体制を取ると、これが必要だということをですね、第1点に今日は提起をいたしました。第2点目はですね、今政府はですね、第一原発から20キロ圏内を退避指示とし、20キロから30キロをですね、屋内退避とし、25日からはですね、自主避難を促すと、こういう措置を取っているわけですね。で、これがですね、現地では大変住民の方々の批判と怒りを呼んでいるという実態があるんです。特にですね、この20キロから30キロを屋内退避としているんですが、こういう措置というのは長く続けられるものじゃないんですね。もう2週間続いているわけですが、ずっと屋内にとどまっていてほしいと。で、長く続けられるものじゃない。それで自主避難を促すというんですけれども、これも指示じゃないですから、あくまでも自主ということになってくると、本人の自己責任ということになりかねないという事態になるわけです。ですからどうなっているかといいますとね、20キロから30キロ圏はですね、物資が届かない、燃料も届かない、食料も届かない、こういう状況の中で、籠城生活を強いられているというのがね、市長さんの訴えでありました。ですからね、私どもの要求としてはですね、政府はですね、20キロから30キロの地帯について避難指示を出さないというのであればね、人が自由に往来できるようにして、それを保証して物資をですね、被災地のもとに、被災者のもとにですね、確実に届ける、責任を持ってこれをですね、保証する措置を取るべきだと。で、危険性が高くですね、避難指示が必要だというのであればね、ちゃんと避難指示を出して、
そしてその出す場合はですね、時間的な余裕あるいは退避先の受け入れこの体制も含めてねしっかり出すこれどっちつかずになっている状態はですね住民に非常な矛盾と苦痛を押し付けているとこれはぜひ解決してほしいということを提起をいたしました。から第3番目はですね原発事故というのは直接に政府の責任問われそして退避指示や屋内退避などもですね政府の責任において取られている措置であります。でそういう措置を取った以上ですね国としてね責任ある権限を持った職員をですね関連自治体、まあ、十数自治体ありますね関連自治体にすべてですね配置する、まあ、貼り付けてでリアルタイムで情報を自治体に伝える自治体からの要望に応えるこういうですね人的体制も取るべきだというのが3点目です。から4点目でですね風評被害の問題なんですけれども現地を変えますとね農産物をはじめですね医療品だとか医療っていうのは服の方の医療ですが医療品とか あるいはですね現地の工場で作っている中小企業で作っている金型ですねこの金型まで風評被害にあってですねもう言い立てのものはもう全部受け付けないとこういう事態がこうあるんですね。ですからあらゆる風評被害の防止のためにですね責任ある行動を速やかに政府として取るとそして被害の全面保障をですね保障するという意思をですね、宣言する必要がある。最後5点目はですね原発事故被害の被災者の避難先はですね県内にとどまらずですね首都圏を含め広大な地域になっています。私も埼玉それから東京神奈川県とずっと避難所を回りまして多くのところに今避難されてきているという実態があります。でその場合ですね20キロ圏内ですね避難指示が出された20キロ圏内から避難された方も20キロから30キロ圏のいわゆる自主避難した方もさらにその外から避難されている方も数多いわけですね。それを区別しないでね国が責任を持って宿泊場所などをしっかり提供するそれから安否情報を大変ですね、求めておられますから地元からの情報の伝達共有のための丁寧な手立てを取るそれから役場機能を移転した双葉町のようなですね自治体に対して特に手厚い対応する等々のことをですねが必要だということをご提案申し出をいたしました。それでそれぞれに対してですね藤井補佐官の方からはですね第1点目の継続的な情報の提示という問題については分かりましたとそのようにしたいということのお答えでした。それから第2点目のですね20キロから30キロのこのいわゆる地域の問題についてはこの地域はおっしゃられるように穴になっていると20キロから30キロのフォローが抜けていると抜けていたとよく分かりましたと政府としてですね責任を持ってそういう措置を取った以上ですね対応していくということをですねおっしゃられたのでこれは前向きな対応を求めたいと思います。第3番目のこの職員の配置の問題ですね。これは藤井さんの方から保安員の職員を配置しているというふうにおっしゃられたんで確かに保安員の職員来ていると。で南相馬市に行っても来ているんですよ。ただこの保安員の職員来てもですね権限もなければね情報も出さないという状況ですからこれではダメだと。ですから現地が望んでいるのはそういう出先の部門じゃなくてまさに政府官邸がね、責任あるね、権限を持ったそういう人物を配置することが必要だと。自治体に全部配置する必要があると貼り付ける必要があると。これはそういう措置を取った以上当然だということを重ねて言いまして藤井さんの方からですね新しい問題なので総理に伝えるという答えがありました。それから風評被害についてもこれは対処するということをおっしゃったんで対処ということではねこれは安心できないわけだから政府としてですね全面保障するという意思表示が必要だということを重ねて言いましてこれでよく総理に伝えるというのがお返事でした。
から最後の5番目 の、 問題については、ですね、避難者に区別を求めない設けないのは当然のことで、それが今、ギャップがあると、ギャップを埋める努力を行いたいというのがご返答でした。以上はやり取りなんですけれども、それに加えてですね、まあ、口頭で私ども、今の原発危機の収束に向けてですね、一つ問題を提起をいたしました。それはですね、今の原発危機のこの事態がどうなっているかについてのですね、情報の開示がね、やられていないと。これを全面的に行う必要があると。で、少なくともですね、まず第一にですね、それぞれの原子炉の建屋、あるいは施設がですね、地震の時にどれだけの地震動に襲われたのか、どれだけの加速度ですね、が加わったのか、これはデータ持ってるはずなんですね。で、これを提示してほしいと。第二にですね、その地震動によってですね、それぞれの原子力プラントがですね、どれだけの破壊を被ったのか、例えば配管などどうなっているのか、あるいはそれぞれの機器がどうなっているのか、これも地震と津波による破壊の状態ですね、これについての知り得る限りの情報を出すべきだと。それから第三にですね、政府が持っている衛星があるんですね、情報衛星ですね、これで画像を持っているはずだと。ですからこの画像をですね、継続的に提示してほしいと。で、そうすればですね、どのプラントが破壊されているかということが専門家の目でですね、見ることができると。この衛星画像を提示してほしいと。で、最後にですね、放射能のこう発表にしてもですね、各種ごとですね、各種っていうのは原子核の各種の核の方ですけれども、各種ごとの線量をですね、詳細のものを最大限提供すると、まあ、そういうですね、今起こっていることのね、情報の開示、これをですね、持ち得る限りの情報をきちんと開示すると。で、そうしてですね、そうしてこそですね、内外の専門家研究者がですね、今の政府の取っている行動について、もしこう穴があるんだったら、こういう点を改善した方がいい、こういう意見も言えますしね、から私たちも党として必要であれば政府に提言することもできるわけですが、今ある情報だけではね、次々といろいろな情報が出てきて、それでなかなか危機が収束しない、先が見えないという状況がずっと続いているわけでね、ですからこの日本の科学技術力の総力を挙げて今の危機を収束させる上でですね、今の原発の実態どうなっているかの持ち得るすべての、ね、情報を開示すると、そして内外の専門家研究者 の、 知恵を総結集するということが必要だということを提起いたしました。これについては藤井さんの方からですね、大事なことだと思うと。で、今 の、 提起については総理にちゃんとお伝えしたいということをがご返事でした。そういうやり取りです。それで今回のですね、震災は大変規模が大きくて、それでいろんなところによっていろんな様相を示しておりまして、これは私が入ったのはまだ一部でありまして、ただ福島についてはこういう複合的な災害が現在進行形で進んでおりますので、この問題についての緊急申し入れをまず行ったということです。で、また機会を見てですね、さらに宮城、岩手などのですね、被災地も伺ってですね、今後の対応について、まあ、現状と今後の対応についての要望を伺い、まあ、政府に提起するという仕事も、まあ、さらに続けていきたいと思っております。以上です。はい、今回の件ですが、情報開示を求めた件ですけど、はい、いろいろ気になったんですけど、藤井さんの方から、まあ、大事なことであり、総理に伝えるという以外に何かおっしゃったことってありましたか。これはね、新しい定義でね、あちらもほら、自分お互いに分かってるわけじゃないから、専門家に伝え、やっぱりどう対処するかも含めてね、
総理にしっかり伝えていただくことが今大事な問題、委員長の方も新しい提起してるわけですから、まあ、あの衛星画像の問題についてはね、一度出されたという話はありましたけど、本当に大事なことなので、それぞれ、ね、それぞれ一定の情報は全部持ってるはずなんですね。でそれをやっぱり全部出すということが大事だと思いますね。それからやはり現地にかかってですね、まあ、これはちょっと今日の藤井さんとの話は時間短かったですからそこまで話してないんですけども、そういう情報を全部出すことと合わせてですね、どういう戦略、どういう戦略でですね、今の原発危機をね収束させようとしているのかのね、大まかなね、こう戦略ですよね。それからね、どのくらいの見通しでね、これ一体収束できるのかと、まあ、これもなかなかね、不確定要素たくさんありますよ。しかしね、今言えるね、大体のものであってもね、こういう大体戦略で、収束のために努力している、そして見通しは大体このぐらいの時間がかかってこうなりますというね、それはやはり政府としてね、被災者の方々に言うと、これは必要だと思いますね。でもちろん今なかなかね、それが不確定要素たくさんあることはよく分かっておりますけどね、現地に行きますとね、もうとまだ先が見えないと、一体この避難生活がね何ヶ月なのか、あるいはもう 何年になるのか、それすら分からないという状況ですからね、そういうなんて言いますか、どういう戦略でこれを抑えようとしているのかということと、大まかでもいいから見通しをね示していくということがとても大事だと思います。はい、小畑岡部さんの予算、参院本会議で、本年度当初予算が否決されまして衆議院の予約から提出することになりますが、はいはい、これについてのご見解というか受け止めをお願いします。うん、私たちはこの問題についてはかねてからですね、予算の抜本組み会をですね、国民の暮らしと福祉を最優先する形での抜本組み会を求めてまいりました。ただこの大震災が起こるもとでですね、いよいよ予算の大規模組み替えが必要になってくると、大規模補正が必要になってくるということを私たちは求めていきたいと思っております。例えば法人税減税、第一三角減税という問題があります。証券優遇税制の延長ですね。ですから大企業を第一三角へのこの減税措置は中止する、こういうことも必要になってきますし、それも含めてですね、まあ、この問題は若干いろんな動きが新たに起こっているようですけれども、そういうことも含めた抜本的な大規模補正がですね必要だと。でその大規模補正によって、そういう大企業第三角減税はやめる、不要不急の無駄遣いもやめる等々によって大体5兆円ぐらいの財源を作り出す。それからもう一方でですね、私どもかねてから主張してきましたように、大企業の内部留保を244兆と言われますけれども、手元資金だけでも64兆ある、それをですね今度の震災復興に活用すると、そのためにですね震災復興国債を発行して、それをですね、大企業に引き受けてもらうという要請も行うと、等々のですねかなり大掛かりなこう財源対策、これが必要になってくるというふうに思います。そういう立場で臨みたいと思っています。まあ、補正の話が出ましたので、ちょっと、まあ、また先の話、その財源の問題で、はい、まあ、赤字国債、まあ、復興国債とおっしゃっているこれは特例公債のことを指すのかと思うんですが、それを当てることの賛否がまた補正によって補正の審議で浮上していくと思うんですが、この辺についてどう思うのか。私たちの考えている復興国債というのはですね、通常の国債と別立てでまずのものにしたいと。ですから何て言いますか、こう市場でですねどんどん普通に流通するものとは違ったね形での国債を考えております。ですから利率などもですねうんと、まあ、低く抑える、あるいはゼロにするというようなこともですね、これも検討しなければならない。ですから普通の市場に出回るような形もにもしない、そういうですね別立ての復興の国債を作って、でそれをですね大企業を中心に引き受けを要請するというような形が必要ではないかということを考えています。
別だと思うんです。私たちの考えは。補正もですね、補正の編成以下によっては、政党によっては法令特裁、公裁特例法案ですか、の、賛否も、慎重に検討したいというような言い方をする政党もあるように聞いておるんですが、共産党は、この今の枠組み の、 もの歳入ということでね、枠組み変えないでね、こう現状のままでのそういう歳入関係の法案に対する我々の立場は変わりません。抜本的に枠組み変える必要があると。はい、子ども手当なんですが、子ども手当歳議決をめぐってですね、今日公明党には野口代表が午前中記者会見で、共産党が再議決に賛成する方向であることについて、異例の手段で、強行するのはいかがなものかと批判的な、コメントをしているんですが、これについてどのように受け止められますでしょうか。子ども手当のですね、いわゆるつなぎ法案ですか、これに関する対応については、昨日職局長の会見で述べたようにですね、我々は今回の緊急の措置、緊急避難的な措置としてですね、子ども手当の現行のものがなくなって、そして児童手当ということになりますと、かなりの世帯が大幅な負担増ということになりますし、その負担増はですね、被災地もかぶるわけですから、やはりそれを避ける上でですね、つなぎ法案には賛成をするという対応を取るということは明らかにしている通りです。その上でですね、この法案がですね、参議院でどうなるかまだわからないわけですよ。その先の対応についてはですね、参議院での経過をよく見た上で判断したいと。ですから、その歳月ってこと言われましたが、その問題についてですね、私たち現段階で、方針を決めているわけではありません。その子ども手当のつなぎに賛成、この後の中で賛成されると思うんですけれども、衆議院でおっしゃっていた予算の組み替え、修正案を出されたときに、燃焼費用控除の開始の撤回ですとか、その修正案がですね、きちんと全部通って、やられることが望ましいわけだったんですけれども、やはり、ここまで来ての、いわば緊急避難的な措置としてですね、一定期間のつなぎということは賛成しようということにいたしました。ただその先のことはね、先ほども言っているように、これは参議院でどういう経過になるかまだ予断を持って言えないわけですから、その参議院の状況をよく見極めて判断するということで、その先のことを決めているわけではありません。その成立した場合には、そのつなぎの間の半年間の間によりその修正を求めていく。そうですね、それはやっていきたいと思います。私の立場変わったわけではありません。その辺近くまた大会です、地方選、統一地方選なんで、今度また都道府県議選や税制主義選も特にしています。それで共産党は政権を訴えるということで、外交での協力を伝えていくわけですが、改めて、目標といいますか、どのように戦うかお聞かせください。目標はですね、道府県議選、そして、政令市議選、まず前半戦でですね、現有議席を確保して前進するということに目標があります。そして12位の都道県でですね、すべて、推薦公認の知事候補を立てておりますから、それぞれ勝利を目指して頑張り抜きたいということです。それで今度の選挙はですね、やはり大震災をもってかなり様相が大きく変わってきたと思っておりまして、これはこの前の会見でも述べたようにですね、やはりこれ政治立場の違いを超えて、被災者の救援と原発の収束、これは力を合わせて取り組むと。さらにですね、国の総力を挙げて復興の事業に取り組む、その財源措置はこう考えると。さらにですね、原子力の問題については、安全最優先の原子力行政の転換、エネルギー政策の転換を訴える、そういう大きく
今ですね、国民の皆さんが心を痛め、そして関心を持っておられる震災と原発の問題についての我が党の立場は大いに訴えます。そういうものと一体にですね、福祉防災のまちづくりということで地方政治の転換を訴えていくという今訴えを全区でやっておりますが、どこでも強い反応を感じます。ぜひいい結果を出したいと思っております。はい、どうぞ。今日の申し入れの丸二というか、はい、第2項目で、これは結局その屋内退避という対応はもうやめた方がいいということなんでしょうか。そう単純に言ってるわけでもないんですよ。要するにね、このどういう措置を決めるかっていうのはね、これは政府が一定の根拠があって判断していることですから、その判断をね、我々がこうすべきだ、あすべきだと言ってるわけじゃないんです。ただ政府が取っている判断というのは、今20キロから30キロ屋内退避でしょ。そして自主避難を促すということになったんですよ。でこのね、対応というのは非常に、いわばどっちつかずの対応になったんですね。でそういう中でいろんな矛盾が生まれているわけですから、ここにありますようにね、避難指示出してないわけですよね。 20から30は避難指示出さないんであればね、人の往来を自由にして物資がきちんと入ることを保障するということはどうしてもね、政府の責任でやる必要あるんですよ。そうしないともう物資届かない、籠城状態だというふうにね、市長さんおっしゃられていたけどね、本当にそういう状態ですよね。市役所は25キロのところにありまして、あそこまで行ってお話を伺いましたけども、やはりこの避難指示出さないんであればね、それにふさわしい責任を持った対応しなくちゃいけない。本当に危ないんだったら避難指示をちゃんと出すという対応が必要だということを言ってるんです。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。はい。